ステイホーム、お家で過ごそう。乗っているチーム東洋、うわー、これはすごい。柳田のドカーンというスパイク、これは都の城のブロック、完全に松森。東洋はしっかりとセッターに返したいところ、ちょっと乱れた、バックから柳田、吉岡コーナー引いている、エース吉岡ストレート、吉岡が叫んだ、同点ですね、はい、それはありますね。ただミスはここでは絶対許されないところ、魂がこもっているこの柳田の松森、捉えにくいですね、はい、ブロックしにくいしレシーブしにくいですよね、はい、スタートの2打になりました、ここのだ、あー、待った、リベロよく上げた、これを吉岡、左から中村、柳田、エースの打ち合いは柳田、今のも強烈なクロス、松森。その並木が吉岡を抑えて今度は移動攻撃です。東洋高校は足がよく出ています。吉岡が上げます、バックアタック長友ですがタイミングが合いません。さあセッター中村はやはり柳田を使う、ブロック、スタンディングからもう一度、相手のブロックをよく満たすタイプです。さあこの柳田なんですが、青山さん、はい、非常にこう実際いい男なんですが、はい、ただこういうあたりもブロックを外にパーンと弾くようなベスト8の場所に持ってきています。さあ左から吉岡です、ブロックをかけます、こちらはバックアタック、柳田ストレート、よくフォローしている、返しました、チャンスボール、誰で行くのか、ライトから岩橋か、岩橋がストレート、東洋高校はこのライトの岩橋、そして3番の柳田、この2人がこのサイド攻撃は役割を果たしています。都市的の優勝候補佐世保南をストレートで破っての準々決勝進出を果たしています。ストレートを読んでいました、右から、岩橋再び決めていきました。どうですかこの岩橋のスパイクは。そうですね、スパイクも良かったんですけども、やっぱりトスセッターがね、やっぱりライト攻撃させようとするんですよ。なぜかというと、まさにその東洋高校が1年生チーム伸びに伸びています。クロス、岩橋が上げる、スタンディング柳田ストレート、福吉が上げる、長友まだ力が、そして柳田よくフォローしています、ライトから長友、これはストレート、相手リベロ9番旗が正面で取りましたが弾いています。このサウスポーのストレートというのはブロックなかなか当てにくいもんですか。並木あたりのセンター攻撃を対応してきています。さあ今度はライトに振る柳田、吉岡が引いている、長友が上げる、吉岡ストレートは上がっています。柳田左から、これは力強いスパイク、表情が変わりました、北畑監督いかがですかこのスパイク。いやいいコース、やっぱりブロックも抜いてますし、やっぱり最後までやっぱりボールを見てますからね。さっきの柳田のスパイク高かったんですけども、都城がすごいいいレシーブしましたね、はい、
よきら中村、やはり柳だ。さあ今度は右に振って吉岡、ストレート。ここは柳田か、左から。柳田3枚ブロックを突き破る。今両手でガッツポーズ、この柳田が見せました。その感動をそのままに準々決勝、並木がいいプレーを見せています。さあ2年生セッター中村は、柳田が帰ってきた。こちらはエース長友がいる。ワンタッチにかける、柳田引いている。その柳田、ああいいレシーブ、ネットに近い。ワンタッチがありました。さあ柳田が前衛、そしてこの4番の長友が前衛。これはいいレシーブでしたね。そうですね、開き直り、そして伸び伸びとプレーしています。しかしながらここ窮地に立たされています。開き直ることができるのか。岩橋が打っていきます。よく拾います。スタンディングから園田、柳田取る、中村上げる、エースの柳田クロス。表情を変えません、柳田が決めていきました。ここはなんとか柳田でもう一度こちらに引き込みたいですね。青山さん、そうですね、もう柳田中心でいいと思いますよ、この場面はね、はい、そういう前衛にいる長友のブロック、アンダーになった。ちょっと遠いところから足が出た、厳しいところか。柳田打てるか、3枚ブロック。今橋、中村がチラッと柳田打った。ここは柳田、インナーのスパイク決めていきました。今チラッとセッターの中村が柳田のポジションを確認しました。 1,2 セット合わせて4本ブロックサーブ決まり始めています。ネットに近い、中村はやはりここは柳田につなげる。今度は今橋ライトからストレート、入りました。柳田かライト、今橋打ち上げる、右から長友、長友呼び込んでいる、センター攻撃、二段になる。ラリーになって最後は柳田。決してこういい体勢ではありませんでしたが、そうですね、スタンディングで打ってますからね。活路をどこに見出すのか、深いところからちょっと乱れているが、ネットに近い、長友、岩橋、中村、柳田ブロック、もう一度中村、今のクロスはいかがですか。今ね、都城工業が3枚ブロック飛ぶはずだったのが、はい、ちょっとタイミング外れて2枚ブロックになってしまったんですよね、だからもう気が焦って焦って、はい、ちょっとミスになってしまうんですよね。ここまで冷静な長友が、そしてもう一度長友に送るチャンスボールは東洋になる。柳田が引いている、左から柳田、ポイント東洋20ポイント目、東洋ポイント、エースの明暗分かれました。勝負どころ、柳田は分かってますね。青山さん、はい、落ち着いてます。長友、リベロが上げる、ディフェンスも良くなった。さあチャンスボール、宮古城どうする、バックアタック、ここで吉岡のバックアタック、チラッともう入ってこいって見ましたね。そうですか、はい、パットが乱れました。2段になる、うわこれを打ってくる、しかしリベロン7番コータファインファインプレー、あーそして攻撃につなげた、吉岡につなげた、ポイント都城、大エース吉岡がここで決めました。地元東京第二代表東洋高校のメンバーです。1番のライト岩橋、2番のキャプテンセッター中村俊、
3番レフト注目のエース柳田雅宏、4番のレフト手塚佑、5番センター並木龍、6番センター桑折拓磨、そしてリベロは9番の畑明宏、2年生2人1年生5人、若いチーム率いますのは北畑克夫監督54歳、東洋を率いて自身13回目の春高です。一方の5年ぶり19回目宮崎代表都城工業高校、1番センター園田、2番のライト福吉、4番のレフトサウスポーエースの長友、そして5番のもう一人のエースキャプテンの全日本ユーススーパーエース吉岡晃大、8番センター尾崎、10番この酒井もサウスポーです。そしてリベロは7番の久保田、平均身長 181.8cm、 都城工業高校率いますのは鍋倉雄二郎監督50歳、宮崎工業で4回春高も全て初戦敗退、自身5回目の春高ということになりました。さあ今ホイッスルが鳴りました。東洋高校のサーブで今第1セットが始まっています。まずはライトからサウスポーエース長友からスタートしていきました。さあ青山さん、はい、この両チームでいろんな攻撃パターンがある宮崎、はい、それから1年生チーム東洋、はい、見どころどんなところでしょうね。そうですね、やっぱり東洋高校1年生やっぱり主体のチームなんですけども、はい、まあ、ここまで勝ち上がってきてるっていうのは、やっぱり一戦追うごとに実力あと自信もついてきてるんですよね。なるほど、はい、その中でやっぱりセッターの中村がやっぱりみんな1年生を引っ張ってきてる、それがやっぱり強さの秘訣ですよね。はい、共に立ち上がりはエースで1ポイントを取っていきました。やはりこの辺りも長友です。今度は左に移動しています。その長友が今度は左からもう一度決めていきますが、タッチがありました。ボールを集めてきましたね。そうですね、あとはあの 都城工業 の吉岡にも多分集めてくると思いますよ今日は。なるほど、その長友が下がって、その吉岡が前衛に、その吉岡が右からブロック。5番の並木でしょうか、今のシーンです。あ、クロスの5番の並木がブロックしていきました。この並木は3試合でここまで8つのブロックポイント、これで9つ目ということになります。その並木が吉岡を抑えて今度は移動攻撃です。東洋高校は足がよく出ています。吉岡が上げます。バックアタック長友ですがタイミングが合いません。さあセッター中村はやはり柳田を使う。ブロックスタンディングからもう一度、相手のブロックをよく満たしたイケです。さあこの柳田なんですが、青山さん、はい、非常にこう実際いい男なんですが、はい、ただこういうあたりもブロックを外にパーンと弾くような。そうですね、ちょうど今あのブロッカーの右手がちょっと出てなかったので、それをよく見てましたね。はい、さあ一方の都城のエースは吉岡晃大、長友が下がるとこの吉岡、実は青山さんこの試合昨日とは違うローテーション、ちょっとこの宮崎、都城は変えてきています。そうですね、あのワンローテ進めてきてますので、はい、やっぱりちょっとマッチアップしてるんですよね。対するエースに対してのブロック、そういったものを考えてでしょうか。そうですね、やっぱり柳田に、対して園田がやっぱりマッチアップしてますので、マッチアップってあの、ね、ブロックに当ててきたんですね。はい、そのあたりも相手のことをよく分析しています。さあダイレクトで返しました東洋高校、一つのサーブポイント大活躍をしました。ちょっと柳田のサーブは長すぎました。久しぶりに上位に上がってきた名門です。お付き合いをする格好になりました1番の園田です。ベスト8の場所に持ってきています。さあ左から吉岡です。ブロックをかけます。こちらはバックアタック、柳田ストレート、よくフォローしている、返しました。チャンスボール、誰で行くのか、ライトから岩橋か、岩橋のストレート。東洋高校はこのライトの岩橋、そして3番の柳田、この2人がこのサイド攻撃は役割を果たしています。ですからもうこの中村、セッターの中村以外は全部1年生です。乱しています。吉岡晃大、足の長いスパイク、タッチはありません。ポイント東洋8対4、4ポイント開きました。いや
あ、それを察知した鍋倉監督、都城工業1回目の作戦タイムです。ちょっと乗り切れてないっていう部分がやっぱり見えますね。相手のブロックにこれまでかかってますね。そうですね、やっぱりそれを避けようとするとさっきみたいなアウトになっちゃうんですよね。なるほど。その吉岡にやはり振ってくるブロック、今度は左に振ってくる。これはクロスをよく打ち込みました。2番の福吉、去年からのレギュラーです。敵の清風高校にフルセットで勝ってきています。さあ3ポイント差になりました。さあ今度はお返しです。2番の福吉が抑えていきました。この福吉はあまりこう前面に出るプレイヤーではないんですが、昨日もスパイクポイント5つを決めています。まあ、こういう選手がいるかどうかってのは大きいですよね。そうですね。さあ東洋の方は1番の岩橋が相手のブロックをよく見てキャッチにかけていきました。都市的の優勝候補佐世保南をストレートで破っての準々決勝進出を果たしています。ストレートを読んでいました。右から、岩橋再び決めていきました。どうですかこの岩橋のスパイクは。そうですね、スパイクも良かったんですけども、やっぱりトスセッターがね、やっぱりライト攻撃させようとするんですよ。なぜかというと、やっぱり2番の福吉がブロックに飛んでるんですよね。なるほど。背が低いところ、低いところがやっぱり来てますね。178cm の背を見たライトへの振りということになります。ドリブルを取られました。これは都城工業ポイントです。ここでしっかりと都城は得点を重ねたいですね。そうですね、ここがやっぱりポイントですね。はい、ライトから4番の手塚、予想通り長友、しかし力がありません。手塚が上げて岩橋、柳田が上げて岩橋、よく相手のコートが見えています。まさにその東洋高校が1年生チーム伸びに伸びています。クロス、岩橋が上げる、スタンディング柳田、ストレート、福吉が上げる、長友まだ力が、そして柳田よくフォローしています。ライトから長友、これはストレート、相手リベロ9番肩が正面で取りましたが弾いています。このサウスポーのストレートっていうのはブロックなかなか当てにくいもんですか。そうですね、当てにくいもありますし、やっぱり拾いにくいっていうのもありますね。ははー。さあこちらは東洋サイドも使っていきますが、この中盤に入ってセンター攻撃も対応してきました。ご覧の通りの大応援団、この準々決勝から B コートは取り払われたんですが、その後方のスタンド席までこの東洋高校の大応援団が今日は駆けつけています。いやー、この1番の岩橋が乗ってきました。向こうの舞台を楽しんでいます。サーブでまた乱した、これは長友、長友は調子いいんじゃないですか。そうですね、伸び伸びとやってますね、今も高いですね。はい、先ほどはストレート、今度はクロス、なかなかこのサウスポーのブロックを合わせるのは非常に難しさを感じます。さあ中村は速攻、やはりセンターを中心に攻めてきます。今度はここで柳田を使う、ブロックにかける、左に回り込んで吉岡兄弟が出した。青山さんが今うんうんとうなずきましたが、やはりこの吉岡兄弟がどれだけ点に絡んでくるかですね。そうですね、今の打ち方は良かったと思いますよ。落とさずに奥へ打ってるので、やっぱりブロック届かないですよね、なるほど。高さが335センチあります吉岡、対するエースは柳田、うわーっと飛び込んで仕切り線以上のゾーンに来ました。このファイトぶり、あー、ガッツあふれるプレーです。7番のリベロの久保田雅人です。さあそのボールにかける意気込み、若い東洋に対して、さあ中盤に入りました。その差は4ポイント差。10番の千葉、ピンチサーバーを使っています。東洋高校です。これも乱しました。ネットに近いところ、ブロックにかける、ここは痛いドリブルのミス。並木あたりのセンター攻撃を対応してきています。さあ今度はライトに振る柳田、吉岡が引いている、
長友が上げる。吉岡ストレートは上がっています。柳田左から、これは力強いスパイク。表情が変わりました北畑監督。いかがですかこのスパイク。いやいいコース、やっぱりブロックも抜いてますし、やっぱり最後までやっぱりボールを見てますからね。はは、その柳田がサーブに変わります。15対11、4ポイント差。ちょっとネットに近い、トスがちょっとネットに近いのが1回2回、こちらもネットに近い。さあチャンスボール2段になります。右から、これはストレート打ち抜きました。センターですが今のはライト攻撃園田ですから、この上背のある園田を東洋と選手にぶつけてきてるんですね。そうですね、はい。鍋倉監督は相手の攻撃に合わせてローテーションを変えてきています。左から6番の桑織です。1年生すべてが JOC 東京都の代表です。それを勝っているのが2番の中村俊、唯一の2年生セッター。右に振ります。クロスが決まりました。勝ることはないんですが石の上がついています都城工業です。吉岡のジャンプサーブ、中村、そして船橋が前衛に上がってきました。ネット近い、柳田上げて、苦しそう、ワイヤーにかかりました。東洋高校ですがこの中盤相手も迫ってきたんですが、このサーブはネットにかかっています。やっぱりちょっと落ち着いちゃダメ、一息ついちゃダメですね。はは、はい、リードしてるからってやっぱり手を緩めると、やっぱり都城工業のやっぱり、はい、勢いにやっぱり潰されてしまう可能性もありますね。なるほど、はい、だからもうとにかく最後まで、最後の25点取るまで突っ走らないと。鍋倉監督2回目の作戦タイムです。さあブロックに頑張るという鍋倉監督に後押しされて試合再開です。セッターは右を使う、インナーのスパイクはタッチがありました。表情は非常ににこやかな長友ですが、今はインナーを狙っていきました。なかなかこの長友は東洋のブロック掴まれますね、捕まることができませんね。そうですね、やっぱ幅が広いですね、クロスの幅が。さあそしてサーブポイントが出ました。さあここは踏ん張りどころ東洋、攻める都の城、ジャンプサーブ、チリセッターに入りました。縦伸び、ここは切りました。5番の並木です。並木は実は昨日の第2セットで左足首をひねりました。心配されたんですがコーチは多分大丈夫でしょうと言っていましたが、どうですか今のジャンプ、怪我の心配はないですか。そうですね、なさそうですね。そうですね、はい、今日もブロックにそして速攻にと絡んでいます並木。さあこちらも長友、力を抜いたスパイク上がっています。さあチャンスボールは都城、ブロックで待つんですがこれがアウト。フェンスが非常にいいものがありました。強打を次々に上げていきました。乗っているチーム東洋、うわーこれはすごい、柳田のドカーンというスパイク。これは都城のブロック完全にトリックジャンプに翻弄されましたね。そうですね、こういった切れ込んでくる攻撃もあります。これはアウトになりました。サーブでそしてブロックで攻めるバレーが身上の都城工業。柳田バーッとついに柳田止めました。都城工業エース柳田を止めて1ポイント差。たまらず北畑監督作戦タイム。柳田が崩れるとうちは厳しいんだ、そんなことも言っていました。もう一度柳田でいくブロックかける、上がるか、上がりきれません。あえてブロックにかかった柳田にもう一度振っていったキャプテンの中村俊、非常に強気なセッターです。去年も一昨年もインターハイ出場、そして去年の春高もレギュラーでしたセッター唯一2年の中村。一人時間差、先ほどブロックを決めた園田が一人時間差。このサーブで2ポイント差になるか同点になるのか、落ちた、さあどうする、柳田帰ってきた、左に右に引いている柳田、ポイント都城同点。さっきの柳田のスパイク高かったんですけども、都城がすごいいいレシーブしましたね。はい、
吉田、中村、やはり柳田。さあ今度は右に振って吉岡ストレート、ここは柳田か、左から柳田3枚ブロックを突き破る。ああ今両手でガッツポーズ、この柳田が見せました。僕の役割はチームを不安にさせないこと、今不安になりかけたそのチームの精神状態を自らのスパイクで払拭していきました。さあ再び勝ち越しダイレクト、よく取った、チャンスボールは東洋、どうする、センター攻撃か、タズルビーありますけども、でも今ダイレクトスパイクをですね、都の城 の久保田いいレシーブしますね。真正面で受けました。はい、1年生なんですけどね。さあ踏ん張れるか、この下りが切れ込んで、今日はセンターの園田が非常にいいプレー。さあ3番の海野をピンチサーバーとして送ります。1ポイント差、大事なサーブです。攻めるサーブが新庄の都の城、先ほどは同点に追いつきました。さあその役割を果たすのか、東洋はしっかりとセンターに返したいところ。ちょっと乱れた、バックから柳田、吉岡コーナー引いている、エース吉岡ストレート、吉岡が叫んだ同点。東洋高校2回目の作戦タイム。なので、まあ、今後この後多分吉岡にもボールがどん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 回ってくると思うので、そこでどう打ち切れるかですね。はい、はい、さあ勝負どころでは当然のことながらエース吉岡、東洋は柳田でしょう。柳田が取る、中村上げる、さあライトを使ってきました、ワオリをここで使ってきました。今大会台風の目、東洋高校昨日は競り勝ちました。一発で決めるのか、ここでニュースになる前に一気に決めておきたいところ。吉岡広大ライトからブロック、4番の手塚が吉岡広大を止めました。第1セット25対23、東洋高校が先取しています。さあ第2セットのホイッスルが鳴りました。都城工業のサーブで第2セットが始まっています。さあ青山さん、はい、大接戦でしたが、終盤に東洋が突き放しましたが、はい、やはりポイントは都城吉岡の出来というところになってくるんでしょうか。そうですね、吉岡君がもうちょっとね頑張ってくれればいいんですけどね、でも要所要所ですごくいいスパイク出てるんですよ。調子が上がってきたかなって思いますね。結局この吉岡が連続でやれば流れが勢いが都城についてきますもんね。そうですね、はい、そのエースとしてのその士気を高めるのも吉岡のスパイクにかかっています。連続のミスで2ポイントを連取されましたが、東洋ここで区切りました。2対1、1ポイント差。前衛に柳田がいます。園田の速攻を使います。中村は、あーっと、中村と柳田が交錯してしまいました。今首をかけた北原監督です。今ねこれ止まっちゃってるんですよね、中村が。だから中村がトスを上げたら そのまま外に流れていけば、柳田がスムーズに打ってたんですね。はい、あこの辺りが中村です。一度失敗したことをそこで忘れるためにもう一回やる強気のセッターです。こういうことに関しては監督の言うことも聞かない中村、そこはうなずくんですが全然それを正そうとしない、その強気なセッターに監督の信頼を逆に置いています。さあ一方の園田、今日はセンター攻撃を多用しています。この園田はいいですね。いや高くてやっぱ 早いし、やっぱ幅がありますね、はい、やっぱりセンターはやっぱ幅がないと決められないですからね。最高到達点が330センチあります。今度は移動攻撃、柳田を使っていきます。10年に一度の逸材と北畑監督は言いました。1年生でこれだけできるプレーヤーは過去東洋高校を指導してきて初めてですと言っていたこの柳田、甘いマスクから強烈なスパイクを放っていきます。防衛に回ってサーブです。逆に今度はこの吉岡が上がってきています。ストレート、岩橋がフォローします。あっと交錯して吉岡が上げました。
チャンスボールは東洋高校、左からブロックにかかる、アンダーになった、これはチャンスボール、左ポジションには吉岡光大がいる、センターに切れ込んできた、1番の園田です。ですから東洋としては左に効いている吉岡がいる中でこの園田が切れ込んでくる、ブロックはなかなか厳しいですね。そうですね、でやっぱり一番当たってるのが園田なので、やっぱちょっと今セッターがボール集めてますね。なるほど、現在波に乗っている流れができているのは園田、その園田を対応していっています。前衛に園田が流れを作りました。さあ吉岡が今決まっています、サーブポイント、園田が調子を上げてきました、4ポイント差、東洋高校北原監督1回目の作戦タイム、これがないで慌てて、はい、あ、本当に1人自分で声出して、責任やんないや、最後修正して、まいまいまい、まだまだいけるよ、まい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 、ちょっと硬い、硬いの、はい、力抜け、笑ってやれ、はい、ドン、最後まい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 、北畑監督は市立尼崎戦120点よく頑張った、昨日の佐世保南戦130点、もっと頑張った、1年生というのは怖いですねと言っていた北畑監督、さあしかしこの第2セットは4点のビハインドを追っています。そうですね、でもねやっぱりちょっと今残念だったのが、今いい調子で流れているのにもかかわらずあのサーブミスをしてしまう、はい、それがねやっぱりリズムをちょっと崩す原因なんですよね。あ、確かにあのサーブの精度を求める鍋倉監督もああいうサーブミスが多いからリズムができないんだよなというふうに言ってましたかね。あ、このサーブもいっぱい連続でサーブミス、この辺りでリズムを崩さなければいいんですがね。そうですね、今そのサーブの前にね吉岡はいいスパイク打ったので、はい、やっぱりそこでサーブやっぱり入れてさらにリズムをやっぱり取っていってもらいたかったですね。はい、さあこの辺りを見過ごすわけがない東洋、流れを作りたいところ、左から、これはね、超えていません。2番の福吉のサーブです、きっちり中村に帰りました、右を使ってくる、ワンタッチにかける、あっとセンター攻撃が乱れました。ただああいうタイミングを非常に嫌う監督さんです。さあ東洋のサーブ、長友が前衛に上がってきています、押し込みました、うーん、相手のポケットをよく見ていました、5番の並木です。その感動をそのままに準々決勝並木がいいプレーを見せています。さあ2年生センター中村は、柳田が帰ってきた、こちらはエース長友がいる、ワンタッチにかける、柳田引いている、その柳田、ああいいレシーブ、ネットに近い、ワンタッチがありました。さあ柳田が前衛、そしてこの4番の長友が前衛、これはいいレシーブでしたね。そうですね、長友も落ち着いています、相手のブロックがよく見えています。今度は右に来る岩橋、3人から、あー長友、相変わらずこの春高に来て長友は絶好調です。第1戦で11のスパイクポイント、第2戦に10のスパイクポイント、昨日はなんと17のスパイクポイントを決めている長友、これは高伸び、相手のブロックを1枚にしました。やはり東洋としてはエースの柳田、勝負どころで行くためにこのセンターをうまく使いたいですね。そうですね、あのいろんな選手を使ってやっぱりブロックを、はい、あの分散させておくべきだと思いますね。今防衛に回りました。さあ中村センター2年生はどうする、1年生をどう使う、あー早い攻撃、あよく守りました。さあ今度は乱れている、2で落とす、こちらもっと近い、中村は柳田を使う、高い、今のシーンです、ブロックに対してその上、高いですね、高さがありますね、やっぱり高さとやっぱりうまさを持ってますね。身長185センチ、最高到達点は325センチ、1人時間差、
今日の園田は絶好調です。昨日はサイド攻撃仕掛けたために一つのスパイクポイントもなかったんですが、今日はこの園田を一つ何か鍋倉監督はキーマンに挙げてるようですね。そうですね、はい、セッターもやっぱりそれ感じてるんじゃないですかね。なるほど。そしてバランスを乱しました。さあポイント都城5ポイント差、優勝候補を次々に何かをしてきました。サーブポイント、さあ1年生チームは冷静を差を取り戻すことができるのか。右からインナーのスパイク、今度は左から相手のブロックに当てていきました。点差5点差ありますけども、やっぱりまだ追いつける範囲なので、やっぱりもうちょっと必死さを出してボールに食らいついていけばなんとかなるんじゃないですかね。そうですか、はい、この辺りは本当に必死さが見えるんですが、そう今場面です。このジャンプサーブはネットにかかりました。このところをチャンスにつなげていきたい2年生セッター中村です。これはきっちりセッターに帰りました。左に振ります、吉岡光大フォローする、バックアタックを狙いに行きましたが、ドリブルを取られました。位置からは一気に来る。さあせき止めることができるか、都城工業乱れている。タイミングが合わない、これもアウト。今度は逆に3連続ポイント、東洋高校たまらず鍋倉監督作戦タイム。セクールセクールからのミスによって東洋の追い上げに迫られています。3ポイント差、セッターにちょっと乱れた、吉岡打ち切れるか、柳田が正面で取る、左から、あーこれも決まった、4連続ポイント、東洋高校ポイント2ポイント、その差は2ポイント差。ちょっと動揺してますか。そうですね、やっぱりちょっと早く逃げ切りたいって思ってるんですよね。なるほど、はい、工業は心の焦りがそのプレーに現れてるかもしれません。時間差を決めていきました。ここはなんとか切りました福吉です。先ほどはサーブをミスしています吉岡、これはきっちり入れてきました。中村トスアップ右に移動して、しかしこれは都城を上げています。スタンディングから、あー取り切れません。左から2番の福吉が決めていきます。吉岡のサーブ縦伸び、相手の顔面にヒットしました4番の手塚。そういえば春高1回戦東京学館新潟戦ではこのピンチサーバーから4連続ポイント、この千葉のサーブで流れを変えました。そういう流れを変えるサーブを持っている千葉、深いところから、狙ってきました。さあその開き直りがこの場面で出せるか。中村は縦の B を使う、あこの辺りは落ち着いています。ここまで立ち上がってこれたんですよね。はい、3ポイント差です。乱れました長友、いいスパイク、長友が決めていきました。チームをぐいぐい引っ張っている長友、ここは踏ん張りどころ。エークイックブロックにかかる、スタンディングから柳田、あーっとこれが長すぎた、アウト。やっぱりちょっとこのやっぱり1年生のチームというのはいいところもあれば悪いところで、こうダメな時にズル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 いってしまうんですよね。そしてサーブポイント6ポイント差、北畑監督2回目の作戦タイム。開き直り、そして伸び伸びとプレーしています。しかしながらここ窮地に立たされています。開き直ることができるのか。岩橋が打っていきます、よく拾います。スタンディングから園田、柳田取る、中村上げる、エースの柳田クロス、表情を変えません柳田が決めていきました。ここはなんとか柳田でもう一度こちらに引き込みたいですね。青山さん、そうですね、もう柳田中心でいいと思いますよこの場面はね、はい、そういう前衛にいる長友のブロック、アンダーになった、ちょっと遠いところから足が出た、厳しいところか、柳田打てるか、3枚ブロック、岩橋、中村がちらっと柳田打った、ここは柳田、インナーのスパイク決めていきました。今ちらっとセッターの中村が柳田のポジションを確認しました。やはりこの辺りは柳田で勝負、
4ポイント差です。セッターに帰りました。1人時間差。ただこの園田を止めることができません。都城工業、長友のサーブ、2段になる今橋、遠いところから、さあ吉岡が引いている。しかし宮を使ったバックアタック、ブロック。4番の長友を3番の柳田が止めました。エースがバックから、エースがブロック。今のは5番ですかね。どっちですかね。ただこれは大きなブロックです。長友がバックに下がりました。さあここでピンクサーバーを送ります。12番の坂本です。先ほどに続いてピンクサーバーがね、はい、これはありますね。ただミスはここでは絶対許されないところ。魂がこもっているこの柳田のライトから、東洋も20ポイント目を上げて、ちょっと待ってください、20ポイントですね。さあ20対24、セットポイントは東洋と宮古の城工業です。ワンタッチでかけた、リベロが上げる、踏ん張れるか。ここは当然吉岡か、吉岡だ、吉岡だ、ブロック。あ、しかしブロックがワイヤーに当たりましたか。いや、あれどうなんだろう。ちょっと東洋が確認に行っていますが、やはりワイヤーかかったんですね。そうですね、はい、はい。さあ都城工業が25対20、逆にセットを取り返してセットカウント1対1、試合はファイナルセットへと移っていきます。さあ注目の第3セットに入りました。都城工業のサーブで始まっています。いいレシーブがつなげました。さあこちらも上げてくる、2段になった岩橋はちょっとネットに近いが体勢流れましたが、まず東洋高校がこの岩橋のスパイクで最初の1点を取っています。ともにディフェンス力は良くなってきました。正面で取りました。右から長友です。ブロックにかけます。なかなかこの長友が止められませんですね。長友、あと園田、そうですね、この2人がやっぱりブロックで捕まえられないですね。はい、ポイントは2対1、東洋が1点のリード。ちょっとサーブが乱されました。吉岡、いいところにトスが上がりました。セッター中村、ここは柳田、相手のブロックにかけました。セット間の間に青山さん、この3番の柳田がいいと一言ありましたが、そのいいと言わしめるどんなところでしょう。そうですね、2枚ついた時にコースが空いていれば必ず力強く打ってきます。それで3枚、はい、2枚3枚できっちり相手のブロックがついた時にはワンタッチで必ず逃げるんですよね、うまく。はい、やっぱりその見極めがやっぱり素晴らしいですね。なるほど、吉岡のスパイクをブロックにかけていきましたがブロックアウト。この辺りが非常に序盤の流れを作ることには間違いないと思うんですが、サーブポイント、セッター尾崎のサーブポイントが出ました。これで都城工業はサーブポイントがなんとこの試合5本目。あー、そしてサーブポイント6本目。やっぱり攻めのサーブをするチームはやっぱりミスが多いのでもうしょうがないですね、それは。はい、あー、これも乱れた、2段になった、ネットに近い、押し込む、ネットタッチがありました。サーブで明らかに崩してあっという間に3連続ポイント。北畑監督が早々と作戦タイムです。バカしちゃダメ、さあここは切らなくてはいけません。2ポイント差、岩橋が正面で取った、そして柳田につながるブロック、サーブ、そしてブロック、柳田を止めました。これで4連続ポイント、5連続ポイントです。3対1から一気に6対3、このサーブで流れを作っています。ブロックも良くなってきた、1枚で止めた、柳田ブロック、
ニャトロ城のブロックが冴えてきた。フォローする。二段になる。ここは抑えたか。上がっています。さあどうする。柳田で活路を見出すか。柳田インナーで決めました。今も超クロスできました。そうですね、そんなにすごく強い強打ではないんですよね、手首をちょっとうまく返してひねって打ってますね。これも先ほど青山さんが言った見極めですかね。そうですね、はい、冷静にサーブを打ち分ける力を持っています柳田のそのサーブ。そして吉岡が上がってきています。ラインをよく見ました。ここが一気に流れを作りたいエース吉岡。さあ今度のサーブ注目です。見出したサーブポイント。サーブで相手を乱しています。これはネットに当たりました。サーブによって崩されブロックで止められ、ちょっと東洋高校浮き足立っているか。さあ切るためには大事なところ、攻撃につなげられるか。スタンディングチャンスボールは宮古城工業。速い攻撃仕掛けてきた。具吉のセンター攻撃。青山さん、ちょっと宮古城に気持ちのゆとりができてきましたか。そうですね、やっぱりあれだけサーブポイントを取って、得点してますので、やっぱりそうですね、ゆとりがある、あとはリズムがやっぱり生まれてきてるんですね。なるほど、はい、リズムがまさにできてきています。宮古城工業ちょっとネットに近いが、これは押し込みました。10番の酒井俊平です。さあ4ポイント差になりました。さあ中村は右から、これは4番の結果が決めていきました。ダウンオンで大応援団をバックに準々決勝の舞台に立っています。3ポイント差、ネットに近い。中村は左に振った。うー、戻ってきた柳田。ブロックにかかりました。 1,2 セット合わせて4本ブロックサーブ決まり始めています。ネットに近い。中村はやはりここは柳田につなげる。今度は岩橋ライトからストレート入りました。ライト今走り上げる。右から長友、長友呼び込んでいる。センター攻撃、二段になる柳田。ラリーになって最後は柳田。決してこういい体勢ではありませんでしたが、そうですね、スタンディングで打ってますからね、はい、それをよくコース見て打ってますね。先ほどから再三言っていますが、青山さんのそのスパイクの見極め、それには非常に高いものを持っています。ここは頼むぞというその思いがこもっている。ストレート、長友よくリベロが上げた。こちらもあっとタッチネットですか。っていったのは東洋高校、この柳田のスパイクでその差が2ポイント差になってきました。さあこれを長友が切るか。長友が移動攻撃。青山さん、このサウスポーがライトでもブロックしにくいのに、移動攻撃で左に回り込む。そうですね、捉えにくいですね。余計ブロックしにくいし、レシーブしにくいですよね。はい、さてのオフィになりました。黒田、ああ上がった。リベロよく上げた。これを吉岡左から、中村、柳田。エースの打ち合いは柳田。今のも強烈なクロス、やや前衛対決。ここは流れを作りたい。再び10番の千葉がピンチサーブ。これは正面、センター攻撃。園田が止まりません。相手のバリエーション豊富な宮古の城には立ち向かっていけません。さあ中村はどれを選択するのか。ここはやはり柳田でいく。踏ん張りどころの東洋高校、見られています。アンダーになった吉岡。広大ブロック吸い込み、あ失礼、
園田です。さあその好調な園田がサーブに回りました。ジャンプサーブです。正面にきっちり返りました。右に移動してブロックにかかる、フォローする、右からブロック、さあやっと東洋ブロック止めました。4番の手塚、これで東洋のブロックポイントは通算5つ目のブロックポイント。相変わらずブロック力には定評があるんですが、さあ勝負どころ、いいところでブロックが出ました。セッター中村の深いところからのサーブ乱れています。これも左から、うーん、ブロックアウト。去年からレギュラーの2番の福吉、上背はないんですが、彼もテクニシャンですね。そうですね、上手いですね。コートにドカンと突き刺さるのがだけがスパイクじゃないのでね、今みたいなワンタッチでもやっぱり一本は一本ですので。はい、こちらは岩橋です。柳田が下がればこの岩橋がいます。育成チーム東洋高校、一気に行きたい都城。右から長友のスパイクを初めて受けました。そしてネット際、あーっと、そしてミスが出る。ポイント東洋1ポイント差。さあピンチを刺した鍋倉監督、作戦タイムを取りました。ね、ずっとタイムアウトを見てると、はい、あのリベロの久保田、はい、一生懸命声かけてますね。こういった一声が攻撃陣を鼓舞します。さあこれを切ることができるか。ここはライトの長友で流れを作っていこうというところ。ブロック、ブロック、同点、ブロック同点。あまり前に出さない5番の並木なんですが、大事なところできっちりと仕事をします。さあ並びました。長友上がっている、あーっと交錯してしまいました。逆に都の城はもう一度突き放したいところ。サーブ中村、岩橋が決めていきます。活路をどこに見出したか、深いところからちょっと乱れているが、ネットに近い、長友、岩橋、中村、柳田、ブロック、もう一度中村、東洋逆転。今のクロスはいかがですか。今ね、都城工業が3枚ブロック飛ぶはずだったのが、はい、ちょっとタイミング外れて2枚ブロックになってしまったんですよね。なるほど、そこをよくうまく多分見てたんだと思いますよ。なるほど、サーブで乱れました。これがアウトになる。柳田のスパイクからその流れが2ポイント差。鍋倉監督察知しました。2回目の作戦タイム。こっからだぞ、気持ちいこう、気持ちで、まだまだまだ、まあ強気で強気でっていう言葉をねだけを発してるんですけども、やっぱりこうなんかチーム一丸となったっていう感じがしますね。さあその守備の要、ね、久保田の思いは届くのか。2ポイント差。長倉のクロスが外れた。ここまで決定力があるんだ、この長友が 2発連続外していきました。だからもう気が焦って焦って、はい、あのちょっとミスになってしまうんですよね。ここまで冷静な長友が、そしてもう一度長友に送るチャンスボールは東洋になる。柳田が引いている、左から柳田、ポイント東洋20ポイント目、東洋5連続ポイント。エースの明暗分かれました。勝負どころ柳田は分かってますね、青山さん、はい、落ち着いてます。長友、リベロが上げる、ディフェンスも良くなった。さあチャンスボール宮古城、どうする、バックアタック、ここで吉岡のバックアタック。
ここで青山さん使ってきましたね。そうですね、今まで一本も使ってなかったのでやっぱり相手のブロックもマークしてないですね、はい、ここはみんなでこうカバーし合うことによってやっぱりチームが成り立っていきますからね。まさに先ほどリベロ久保田が言った一言と重なる一言です。3ポイント差、焦ってはいけません。東洋は波に乗っていきたいところ。今足、足の長いスパイク、タッチはアウト、ありません、アウトになりました。ポイント宮古城2ポイント差、流れが悪いと北畑監督2回目の作戦タイム。力力ミスしたらダメなんだ、我慢せ我慢せ、守りに入れない絶対攻めるよ、攻めるよ、まずサーブカットや、タップ2ポイント差、宮古の城が追い上げを図っています。踏ん張りどころの1年生チーム東洋高校、乱れた無理な体勢、柳田深いところ、これがアウトになる。そうですね、東洋はやっぱりちょっと点数が少し離れてしまったので、ちょっと一息ついちゃいましたね。ちょっとサーブカットも乱れ始めました。これはきっちり返っています。なあ、そして柳田止めた、野田ですね、再び同点、4連続ポイント同点、園田が柳田を止めました。さあ20対20、柳田が前衛に帰ってきた。東洋としてはこの柳田が前衛のいる間に決めたいところ。やはりこの美しいフォーム、力強さ、柳田10年に1人の一台と言っていいですか。そうですね、はい、いいスパイクフォームしてますからね。勝負どころです、まさに勝負どころ。こちらにはセンターの園田がいる。移動攻撃、長友、長友がここで決めました。21対21同点。サーブの宮古の城、中村、ここは柳田、タッチにかける。そして絶好調園田、ポイント宮古の城逆転。宮古の城にはこの長友、吉岡にこの園田がいるんですよね。そうですね、今センターの尾崎がちらっと入ってこいって見ましたね。そうですか、はい、バットが乱れました。2段になる、うわこれを打ってくる。しかしリベロン7番クォーターファインプレー。あー、そして攻撃につなげた、吉岡につなげた。ポイント宮古の城、大エース吉岡がここで決めました。さあ2ポイント差になりました。さあ若い1年生、春高で育ったこの1年生東洋がインナーのスパイク、執念のレシーブ、何はしませんでしたが、よく2番の福吉を追っていきました。そして柳田打ちました。1ポイント差、前衛柳田がいます。さあ手塚のサーブです。ここは取りたいところ、一人時間だ。センター園田が決めました。絶好調園田、ぐいぐいと宮古の城を引っ張って、第三の男が引っ張って、宮古の城マッチポイント。さあ若い東洋を踏ん張れるか、柳田の春高は終わるのか。柳田、久保田が上げる、福吉、決まった。宮崎代表宮古の城逆転勝ち、5年ぶり19回目、そして17年ぶりのベスト4進出、フルセットの末東洋を破って宮古の城工業が明日のセンターコート進出です。青山さん、はい、本当の勝負どころで明暗分かれました。そうですね、まあ東洋の柳田が最後にやっぱり中心になるのはもう向こう宮古の城工業分かってたので、やっぱりレシーブとよく拾ってましたね。そうですね、はい、声もかけていた